ウィラード・マリン・キングストン小海艇。第1バッジに属するウィラード・マリン・キングストン小海艇は、ウィラード・マリン社製の複合型紹介艇。32フィート型がアメリカ海軍に採用されて運用中である。アメリカ海軍は2001年頃より複数種の複合型小海艇を調達して運用しており、ウィラード・マリン・キングストンもその一つである。警護席が調達され、 32IB001 から 32IB005 の番号が付されている。2001年より収益した第1バッジ3隻は基本的に市半艇に武装を施したのみであった。続く第2バッジ2隻はアメリカ海軍の運用に応じた解説系を受けている。これらは港湾の保安のほか重要水路の警備などを担当する。キングストン小海艇は警護禁制の船体及び 上部構造物と膨張式の付帯から構成されており、非常に優れた旋回性能を有している。機関は船内式を採用している。武装としては、第1バッジでは操打室前方と旋備甲板の両舷に機関重用のピントルマウントが設置されていたが、第2バッジでは、 ソー室前方のものはコックピット型の本格的な機銃座となった。ただし、当初予測された大量調達は行われず、30フィート級の小型小海艇としては、28フィート級及び34フィート級のシーアークドーントレス小海艇が整備されていくことになる。ありがとうございます。